メンソレ春茶です。今日はこのヤフオクで買った金魚の産卵床のご紹介をします。金魚だけじゃなくてメダカとか他の熱帯魚にも使えるみたいですね。こんな感じで注意書きが書いてあって、このサンスケっていう名前の産卵床みたいですね。ちょっと開いてみましょう。こんな感じで黒が5セットの茶色が5セット、合計10個のセットです。だいぶ軽い、そして柔らかいでね、大きさはね、どのくらいだろうな、だいたい13センチぐらいかな。でこれは聞くところによると金魚の隠れ家にもなるらしくてね、ふわふわ浮かしとけばいいかなって思って買いました。で10個セットなんだけど、お値段が本体価格が2000円の送料が120円かな、確かなんだけど、今ヤフオクのキャンペーン中でペイペイで何十パーセントか還元みたいなのを毎日やっていて、でたまたま 30% 還元が当たったので600円引きなので、まあ、1400円かな、それに送料込みで合計1520円ぐらいなので、1個あたり150円ぐらいかな、まあ、これね作るにも、まあ、安いだろうけど、一応原材料費かかってるし、家にいて届いてるし、まあ、作ってくれた手間もあるからね、だから1個150円で買えて結構良かったなって思います。でうち水槽が10個以上あるので、産卵床が10個と、まあ、今ある白川っていうやつ、これね、白川、これの白川が今うちに4つあって、だけど全然足りないもんで、さっき買った産卵床10個を駆使してどこかの水槽で産卵が起きても、まあ、どんどん産みつけてもらって、どんどん産卵してもらって、どんどん孵化してもらおうと思います。こっちもね、こんな感じで白川ぶら下げてるけど、今のところ全く繁殖の気配はないね。なんか水が一時期急激に汚れたりして、もしかしたら繁殖活動の影響かなと思ったんだけど、卵は全くないね。もしくは俺結構昼間いない時が多いので、その時に食べられちゃってるかかな。それではこの茶色い方の産卵床を入れてみます。注意書きにはこの紐の部分をよく水に浸して揉んでから入れてくださいって書いてあったけど、めんどくさいんでこのまま投入します。はい。ダメか、やっぱ浮いちゃうね、浮きすぎちゃう。すごいふわふわしてるね、なかなか水がなじまない。あ、いい感じだな。いいじゃん。はい、うん、いい、こんな感じでうん、なんか食べられちゃいそうな感じだな。まあいっか。でこっちの水槽にはこの黒い方を入れてみます。水がなじまないからね。あ、なんかほつれた。よし、こんなもんかな。うん、いいね。果たしてこんなんで本当に卵を産んでくれるのか。もうすぐ2月も終わるっていうのに全然産む気配ないから、もうちょっと諦めかけただ普通に春になってもらって、自然に水温が高くなってくれた時に産んでくれるかなって期待はしてます。
本当に稚魚繁殖させたいってずっと思ってるので、今年こそは絶対に繁殖成功させたいと思います。こんな感じでワクワクキングランドでは金魚の映像やトークを毎日お届けしてますので、よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう明日ね。バイバイ。